今日解説の梨田さんがこの菅野のセットポジションからの投球、いわゆるモーションを起こしてからミットに届くまでその所要時間が 1.1 秒、相当早いレベルであると。早いですね。ですからもうこのモーションだけではもうランナーアウトになる確率が高いんですけども、まあ、これはそこに荻野の足、阿部の送球の速さとかコントロールですよね。あっと逆落ちる、飛び出した、タッチアウト。少しでも早くスタートを切りたいというこの荻野貴司。いや菅野もうまいですよね、長く持って本当にうまい牽制をしましたし、まあ、荻野とすればね、もうギャンブルスタートと言いますかね。そうですね。2アウトからヒットで出塁した荻野、結果的にアウトということになりました。7回終了、ロッテ対巨人は3対2でロッテがリードしています。